今夜はここでバーベキューしたいと思います。ついた。ほら、本当だ。ついた。で、違うんだって。蓋を閉じて、200度。あ、これが200度になったら、開けていいよって。焼き始めの合図って。なるほど。ちょっと一回開けていい？これで火力アップ。こっちで最大。でこっちが最初。消えちゃう。ここまでだぞ。200度なので待つ。はい。しましょう。今日の食材を出してみましょう。せーの、パ。これ明日の朝ご飯じゃない。ベーコン。すごい。海鮮。うわあ。海鮮。今日は海鮮バーベキュー。何？そうだね。です。シーフード。シーフード。これだけ？あ、書いてあるよ。ほら。これこれ。じゃあ中で寒いので待ってますわ。じゃあお願いします。よいしょ。なんだ。ご飯ですね。それ明日の朝のご飯。ちょっとどれが、あ、これや、サラダ。サラダ。ああ、いいね。あ、ロマッチは最初に持ってたやつだ。ああ。で、これ。さあ、メインディッシュ。やべえのいる。いいですか。生きてる、まだ。生きてはないでしょ。まだ生きてる。おまるえび。ザリガニ。ゲットだぜ。塩釜焼きってなってる。ね、これ。おまるえびだ。寝かして、やめてやめて。ねえ、それハサミ見せて。ハサミ。私の爪を、私の爪でお前の指を切ってやる。切れないからもう生きてねえし。ペチン。やばもう。いや待って、今日食うんだぜこれ。え、なんかさ、下の方がでかくね。え、いっぱい入ってるからだよ。うん、おまるエビです。ビーエビ、エビだよ。だよ、はいはい。なにこれ、うまっ。見てください、オマールちゃんをね、塩漬けにしています。おー、はい、じゃあオマールちゃんを、え、でこれを全部まず入れる。最初はやって、最初ね、塩。お布団をね、作ってあげます。あ、布団作ってあるよ。こんな感じかな。ああ、どう、ママの。あ、うまいうまいうまい、いいね。おまるちゃんがちゃんと布団かぶったわ。布団作ったよ、布団、うん、そしたらここにおまるちゃんをね、寝かせてあげます。おまるちゃんおいで、はい、ね、で、このかあのさ、片腕さ、片腕もね、片腕はここで塩漬けにしてやる、はい、どうですか。あったかい、あったかいカニ。エビだった。3枚乗るかな、どうだろうね。うん、怖い。そしたらもうブワッとね、全部かけちゃってる、うん、いいよ。あ、しっかりね、こぼさないようにね。分かった。いや、もうこぼれてるね。よし、そしたらあの、キュッキュッキュッと塗りたくる、ギュッギュッギュッと掛け布団を作ってあげます。うん、かけてあげて。顔はあんまかけなくていいみたいよ。分かんないけど、分かんない。でもなんかこの写真、写真だとかかってないから、こんな感じで。できた。あれ、もうライム入れたもんね。あ、じゃあライム入れとくか。一応 かけてお召し上がりくださいってなってるだけ。うん、じゃあ、あ、違う、ママ抜いてあるわ。あ、はい、で、ママこれ、はい、いや、おまわりちゃんちゃんとね、なんだか、分かる。はい、これで30分。
エビ焼き上がりました。オマールエビです。あ、ママがやってる。ててれん、綺麗に赤くなったね。オープン。おお、すごい。やっぱ塩すごいことになんない？すごいことになると思う。キッチンで割ってくる。それか、あ、ちょっと塩使う。いや、これはもう塩、塩を取って食べるんですよ。ちょっぺ、失敗しで、塩だらけになるよ。塩をとちょ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 待って君たち。あ、事件や。どうした？ああ。オープンになっちゃった。取れない。ちょっと風が強いんで、風が強いので中で。おはようございます。あったかまってますね、ちゃんと。これあのこうガブッ、あのグリッてやってみて。あ、そうそうそう、で引っ張る。グリッグリッてやって。おお、尻尾部分見てくださいよ、これ。これちっちゃい、食べて。ガブッていってみて。おお、うん、うまい。うまいよ、絶対うまいよ。どう？食べれない。うわー、うまそう。うわ、最高でしょ。これどう？最高？マジで？パパに食ってみよう。よいしょ。うわー、うまた。どう？最高。俺も。うまー。どう？うん、これうまい。これうまいよね。いい匂い。